どうも、皆さん、工藤でございます。雪全部溶けましたね。うん。雪全部溶けましたよ。二日間ぐらい前にね、寒気がやってきて、ね、雪、まあ少し積もったんですけど、もう昨日でね、一気に暖かくなって、最高気温8度ぐらいまでね、行きまして、もう、跡形もなく全部溶けました。はい。よかった。ちなみに今日もね、だ今日はさらにあったかい。うん。まあ、最高気温はそんなに更新されるほどではないんですけど、まあ、今日もね、全然あったかいらしいので、さらに雪が溶けて、もう本当に何にもなくなるんじゃないかなって思ってます。はい。まあ、別に心配とかしてるわけじゃなくて、どっちかっていうと、よしって感じ。って感じなんで、はい。まあ、今日も過ごしやすい一日なんじゃないかなと思います。というわけで、今日はですね、天気のお話ではなくですよ。本日、1月18日、木曜日ですね。何があったか覚えてますか、皆さん。まあ、すでにね、タイトルにも書いてるから、もうわかるとは思いますけど、まあ、1月18日の夜中ですかに、行われました、サムスンの製品発表会、ギャラクシーアンパックドがね、はい、行われて、その情報が、すでにこういろいろ上がっております。今日はそのことについてお話ししていけたらなと思っております。で、今日ね、お話ししていく、まあ、記事ですね。まあ、いつもそうですけど、私がスマホでちょっと読みながらね、お話ししていくわけですが、その記事はですね、テックインサイダーさんかなっていう記事ですね、今回は。まあ、夜中にね、今日の夜中に出たばっかりの情報なんで、まあ、なかなか他のメディアではね、まだこう、上がってないかったりもするんですけど、このテックインサイダーさんは約3時間ぐらい前、午前3時に、記事を上げてくれてますので、まあ、それを見ながらお話ししていきたいと思います。では、行きましょう。概要欄にね、リンク貼っておくんでね、はい。サムスンは1月17日、まあ、昨日になるのか、一応。うん。1月17日にアメリカサンノゼで新製品発表会を開催と。新型スマートフォン、Galaxy S24。はい、来ましたね。シリーズ3機種を発表。アメリカなので1月17日予約開始。1月31日発売予定ということです。で、まあ、Galaxy S24。が799ドル。日本円で約11万8000円から。で、Galaxy S24 Plus が999ドル。約14万8000円から。Galaxy S24 Ultra が1299ドル。約19万3000円からとなってるみたいです。ただ、こちらですね、まあ、いずれもグローバル、まあ、世界に向けての発表ということで、日本での発売はまだ未定とのことです。まあこれも例年通りって感じですかね。うん。日本だとやっぱドコモと au。最近ね、ちらほらそのシムフリーモデル。一番グレードの高いその 1TB とかのね、やつがなんか限定カラーで出たりはするんですけど。まあでも、うん。最初は海外で、発売されて、そこからなんかドコモとか au を経由して、なんか日本にやってくるっていう流れが、まあ、いつも通りって感じですかね。東京の原宿とか、あと大阪のナンバーでは、その、ギャラクシーのね、ストアで、1月18日、まあ、今日からですね、グローバルモデルの展示がされるみたいです。で、まあ、例年であれば、2024年の春モデルとして展開されるみたいですね。はい。まあ、この辺は予想通りというか、まあ、S24 出るだろうなっていう、うん、感じではあったので、まあ、そんな驚きではないですね。価格もどうなんだろう ?11 万か。まあ、S24 ウルトラはね、やっぱ高いなっていう印象ですけど、S24 はま、11万8000円くらいから、みたいですね。まあ、特別すっげー高いっていう感じではしないですけど、ね。はい。で、次。で、一番多分ね、皆さんも気になってたであろう、AI ね、Galaxy AI。
あ、そう、ちなみにあのウルトラにはね、電子ペンの S ペンが搭載されております。まあこれもいつも通りですね。いつも通りというか、ここ数年 1,2 年ぐらい、まあそういう風になってますね。ノートシリーズがこうなくなって統合されたというかね。で、 AI は、S シリーズはサムスン製スマートフォンのフラッグシップモデル、はいはい、S24 シリーズで共通で使える主な AI 新機能は以下の通り、通話アプリによるリアルタイム音声翻訳。え、これって、待って、通話相手と自分それぞれの言葉が相手の話者の言語に翻訳される。話した内容はテキストでも保存。え、ちょっと待って、つまりこれって、もう、ね、ちょっと待って、私は今英語勉強してるんですけど、英語勉強する必要ないってことこれ。もう、もはや、ギャラクシーのそのスマホで電話する場合に限っては。そういうこと？通話相手と自分それぞれの言葉が相手の話者の言語に翻訳されるだから。え？今、どれぐらいの精度なのかによるけど、もうここまで来てんの？じゃあもう英語で勉強する必要。いや、別にこれでやめるってことはないですけど。すごいね。通話アプリでもうリアルタイム音声翻訳。もうこれでギャラクシー買ってしまえば、もう海外の人といくらでも電話できてしまうってことですよね。日本語で。うん。すごっ。で、続いて、サムスンキーボードアプリのチャットアシスト機能。メッセージアプリや SNS の投稿時など、リアルタイムで入力文を13の、国の言葉に翻訳してくれると。丁寧、カジュアル、絵文字化など、TPO に合わせて翻訳できる。まあ私はあんまり文字打つことそんなないから、まあでもどちらにせよ、やっぱ翻訳が一番、あれなんですかね。その、なんか今回の AI におけるメイン機能なんですかね。なんかね、パッと見た感じで翻訳が多い。うん。リアルタイム音声翻訳でしょ？キーボードアプリのチャットアシストでしょ？あとはレコーダーアプリの文字起こしアシスト機能。なんかこれピクセルにもついてましたよね。もうだいぶ前からついてますけど、ピクセルにはね。Google のピクセルにだけついてる、リアルタイムで文字起こしするってやつね。はい。それじゃないのかな。それが日本語に対応してて、録音後にテキストか要約して翻訳もできると。うん。次、サムスンノートアプリの、ノートアシスト機能。はいはい。ノート内容の翻訳。まあ、チャット GPT とかでもできそうなことばっかりっちゃばっかりじゃないんだけどね。うん。Circle to Search with Google。画面に映っているコンテンツを指やペンで囲んでビジュアル検索できる。はあはあはあ。あとは Android Auto によるハンズフリー通信アシスタント機能。まあ、これ車運転する人用ですね。うん。車の運転中に届いたメッセージを要約して読み上げたり、返信アクションの提案をしてくれたりすると。はあ。いや、一番気になってるのはやっぱ通話のリアルタイム翻訳機能だよね。どうなんだろう。Circle to Search with Google を除くほとんどの AI 機能は無料の Samsung アカウントが必要になると。あ、ここは大丈夫。OK。私もGalaxy 使ってて Samsung アカウント持ってます。はい。まあ、持ってない人もいるかもしれないけどね。まあ、アカウント作るだけなんで。はい。で、あとは、通話アプリなど即時性を求められるようなものは端末内で処理しているが、Samsung は基本的にはクラウドとエッジ、過去端末側のハイブリッドでこれらの AI 機能を実現しているという。はあ。なるほど。つまり、これ、ネットにつながってないとダメってことなのかな？ね。大半の、機能に関しては。まあ、ネットつながってなかったら電話もできないんだけど、ね。うん。ネットというか、4G とかね。県外の時には、まあ、電話もできないから、まあ、何もできないっちゃできないか。そういう意味で言えば別にあんまり気にする必要はないのかな。うん。なるほど、なるほど。あ、なんかこれ、記事を書いてくれてる人が X でなんか、うん、Circle to Search with Google の使い方とか上げてくれてますね。うん。で、Circle to Search with Google は今後他の Android 端末にも展開される検索機能。あ、そうなんだ。ただ、現時点では Galaxy S24 シリーズで先行して利用できるみたい。あとはカメラかな。夜景撮影、編集機能も AI 活用って書いてますけど。うん。まあ、いろいろ書いてあります。ここに関しては、
まあ、公式のページにもね、すでに S24 のなんかスペックとかいろいろ書いてあるんで、そこを見てみてください。私、カメラに関してはあんまり詳しくないので、うん。なんか超広角で1200万画素とか、広角で2億画素とかね。2億画素は確か去年の S23 のウルトラからもう搭載されてたんじゃなかったっけ？ね。めっちゃズームできるみたいな。うん。確かね。めちゃくちゃ細かいみたいなやつがね、あった気がします。あとは、まあ、AI による機能強化はカメラや編集の面でも活用。ナイトグラフィー機能。夜景モードね。暗所であってもぬいぐるみの毛羽立ちのようなディティールも潰れず撮影できていると。あとはジェネレーティブ編集機能を搭載。生成 AI を用いた機能で指定した被写体を消したり、窓越しで撮影した写真の写り込みを数タップの作業で削除できるようになる。まあなんかピクセルの機能を追いかけてる感じはちょっとありますかね。私ピクセル使ったことはないですけど、そのピクセルでこれんなことできるよっていう動画は見たことあるんで、ね。ピクセルのなんだっけ、写真撮ってさ、集合写真撮って一部のその顔がっていうか、その一部の人がその目つぶってたり半目になってたりするやつをなんか AI でそのちゃんと目を開いてる写真にするとかね、なんかそういう写真ってなんだっけみたいなね、機能がピクセルにはあったりするんですけど、まあ、そんなことができるってことなのかな。なるほど。あとは生成 AI ブームはスマホにもって書いてますけど、サムソンは2023年アップルに出荷台数ベースで追い抜かれてしまった。なんか記事の冒頭にも書いてたな、タイトルにも。そのアップルじゃない、iPhone から首位奪還を狙うって、書いてましたけど。iPhone ね、iPhone は今年 iPhone16 ですか？大体9月ぐらいなのかな。ね、まあ去年からついに USB-C に対応してね、まあめちゃくちゃ売れたのかもしれないですけど、iPhone か。まあ、どうなんだろうね。私、やっぱパソコンがね、Windows だったりもするので、正直あまり iPhone を使うメリットがそんなにないんだよね。一応サブでね、昔使ってた iPhone を今もう所持してはいるんだけど、iPhone 8。いつの時代のスマホって感じだけど、iPhone 8ね。まあ、中にはさらに古いスマホも iPhone ね、使ってる人いると思いますけど、まあ、今んとこね、まあ、充電もやべえぐらい持たないですけど、まあ、サブなんで、はい、まあ、いいかなって感じですね。で、これで終わりか。これで終わりですかね。最後なんかちょっとだけ書いてる。アメリカの調査会社 IDC が2023年のスマートフォン市場シェアの調査結果によると、1位がアップル 20.1%。で、1位をキープしていたサムスンは世界に 19.4% に転落していると。アップルも様々な AI 機能を iPhone に搭載しているが、現時点ではストレートな生成 AI を活用した機能が多いとは言えない。サムスンとしては AI 機能でリードすることで自社製品の優位性を訴えていきたい狙いなんじゃないかと、いうことみたいです。まあ AI ね。まあアップルの確かにスマホとかサービスってあんまり AI 使ってるイメージないですよね、今のところね。まあ使われてるのかもしれないですけど、あんまりそんな AI っていうイメージないな。やっぱピクセルがスマホの AI 仕様についてはなんか先行してる感覚はありますよね。ピクセルもね悪くはないんだけど、私ピクセルのデザインがあんまり好きじゃなくて、スマホ自体の、あれどうにかならないのかなってちょっと思ってて、デザインがねもうちょっとこうスタイリッシュでかっこよければね、なんか買ってもいいかなって思うんだけど、乗り換えてもねギャラクシーからいいんだけど、ちょっとデザインがねどうしてもこうなんかダサい言ってしまうけど、ダサい、あんまり好きじゃないんですよね私ね。スマホの横にこうピッていう横にラインが入ってラインっていうか、その出っ張りよ、なんかでかい帯みたいなのあるじゃないですか、あれがねあんま好きじゃないんですよね個人的には。はい、まあなのでちょっとデザイン的にねあれなんで、ピクセルに乗り換えるつもりは今んところないんですけど、まあ、iPhone はね、やっぱデザインにおいては、こう、抜きに出てますから、ね、かっこいいなとは思いますけどね。はい。まあ、そうで、あと、これも発表会で出たやつなのかな。
新しいデバイスが発表されたみたいで、ギャラクシーリングってものが予告されたみたいです。ただこちら、外観のみが投影されて、スペックとかはね、明らかにされてないみたいで、なんかヘルスケア分野での取り組みで、サムスンヘルスが紹介されて、最後にギャラクシーリングが予告されたと。パワフルなヘルス&ウェルネスデバイスか。として紹介された指輪状のデバイスの内側にはセンサーのようなものが確認できると書いてあります。これはまた別記事だけどね。うん。携帯ウォッチさんかなの記事ですけど、ついにギャラクシーリングが出るということで、これね、個人的にちょっと気になってるんだよね。うん。私、前から言ってるけど、ウォッチ系がね、なんか、馴染まないんだよね。うん。この指とか、指わかんないけど、その腕とかにつけるもの。特に腕かな、やっぱね。腕時計昔してたんだけど、最近はやっぱそのスマホで時間見れるし、パソコンでも見れるし、うん。あとそんな、なんかそのパソコンでキーボード打ったりするときに、その手首にね、その当たったりする、そのバンドというか、がね、当たったり、あれちょっと蒸れたりね、するのがあんま好きじゃなくて、手首の可動域がちょっとこう、なんつうの、狭まる感じがね、あんまり好きじゃないんですよね。まあなので、ウォッチ系もね、なんか使いこなせたらいいなと思うんだけど、なかなか私には馴染まなくて。で、このリングとかだったらね、どうなんだろうっていう。リングもね、したことないんですよね、実は。うん、リングも今何もしてないんで、手にはね。まあなので、気になってはいるし、あ、いいのかなって思うんだけど、なんかどうなんだろうっていう。うん、まあ、手首ほどのなんかその、なんか違和感というか、なんかね、使いづらさ違うな、なんだろうな。うん。みたいなものはないんじゃないかなと思うんだけど。ね。睡眠計測とかしたいじゃないですか。ね。なんかその、そこに憧れるんだよね。やっぱその、ウォッチつけてさ、なんかそのまま寝て、睡眠継続してみたいな。心拍数測ってとかさ、なんかめっちゃいいじゃないですか。私やっぱ筋トレしてるんで、毎日。その辺の健康管理はね、やっぱちゃんとやりたいなって思うんだけど、やっぱどうしてもね、腕につけたくないっていう思いがあって、リングはね、いくつか検討したこともあるんだけどね、どれもちょっといまいち、なんか、まあ、高すぎるとかね、うん、まあ別にこれ、って感じで、だったんで、ついにサムスンがね、ギャラクシーリングを出してくれるんじゃないかということで、気になっております。もしかしたら買うかもしれない。私のスマホにもね、一応ギャラクシーヘルスでしたっけ?サムスンヘルスだっけ?あったよ。あと、サムスンヘルスか。っていうアプリにあるんだけど、まあ、ほぼ使ったことないね。うん。まあ、そうね。じゃあ、睡眠時間とかなんか計測されてるってことなのかな、これね。うん、わかりませんけど。まあ、この辺を、リングとかね、ウォッチとか使えば、なんかいろいろできるんだろうけど。うん。まあ、私はウォッチよりはリングの方がちょっと欲しいかなっていう感じですね。はい。まあ、そんな感じです。まあ、公式ね、サイトの方にも、まあ、リングの紹介は今んとこないのかな?あんのかな?ないですけど、S24 に関してはね、もうすでに公式のトップページにもう出てますんで、はい。まあ、日本発売はまだまだ先みたいですが、まあ、詳しいスペックとか、機能とか気になる人はチェックしてみたらいいんじゃないかなと思います。はい。というわけで、今回はここまでにしたいと思います。それでは、また次の配信でお会いしましょう。バイバイ。